今日は背中のトレーニングを撮ってみたいと思います。ちょっとアングル調整したら顔が見切れちゃってますけども、まず第1種目目はここにバーベルが置いてあるんですけども、これでベントボーリングからスタートしていきます。で、今日の背中のトレーニングは全体的に軽めの重量でしっかりと可動域を取るっていうことを意識してやっていきたいと思います。大会が終わってから約2ヶ月立って、これまでずっと重たい重量に挑戦するということをやってきて、だんだんとですね、関節に疲労を感じるようになってきて、ちょっと怪我したりとかね、そういう痛みを感じる部分とかも出てきたので、ちょっと重量をガクッと下げてですね、それらを回復させるということをしばらくは意識しようと思います。ということで、このベントローイングもですね、50キロなんですけども、まだウォーミングアップなので、ここから重量上げていきますけども、可動域をしっかりと取ることを優先した重量選択でやっていきたいと思います。回数も決めずに、とりあえず15回前後ぐらいはできるぐらいの重量選択で、限界までやろうかなというふうに思ってます。ということで、まずはね、ウォーミングアップからやっていきます。今日のベントボーリングは今やったみたいにちょっと変則フォームで、ストレッチをねしっかりと意識してやってみたいと思います。ボトムで体をちょっと前にこうかがめながら、しっかりと広背筋をストレッチさせるということを意識します。で、そこから体をちょっと起こしながら、トップはね、普通のベントボーリングの収縮ポジションみたいな感じで、多少体を上下させながら、ストレッチとね収縮を意識しながらやっていきます。で、次は60キロにセットしたんですけど、多分さっきのアップの感じだとこれが本番重量かなというふうに思いますので、これでちょっとね限界までやってみたいと思います。よいしょ。やっぱり重量はちょうどいい感じでした。広背筋をトップでギュッて収縮させると、ちょうどバーが下っ腹のあたりに上がってくるんですけども、お腹に当たるうちは続けて、でだんだんとね届かなくなってくるんですけど、それがちょっと距離が空いて、感覚的にもう広背筋がねもういっぱいいっぱいで収縮しきれないなっていうふうに感じたところでやめたんですけども、で一応フォームとしては体をこう上下させるということで、ハムストリングスだったりお尻の支えっていうのもしっかりと意識します。骨盤をしっかりと前傾させて、でその前傾姿勢をお尻とかハムストリングスで支えながら体を上下させるということで、腰の負担をなるべく減らして広背筋の方に負荷をかけるということを意識します。あと下ろしていくときはこの腕がねこっち側に引っ張られていくのを意識しながら広背筋をストレッチさせるんですけど、腕をだらんと伸ばしきっちゃうと、負荷抜けちゃうように感じるので、肘はある程度曲げた状態をキープしたまま下げていって、腕が前に行きすぎると、腕が垂直を超えると負荷抜けちゃいますから、その手前で、後背筋から負荷が抜けないところで止めて、でストレッチかけてそこから切り返すみたいな感じでね。で切り返すときは最初の収縮は後背筋になるように、胸を起こす動きと、あと腕を引きつける動きと、あとは、背骨をちょっと反るような動き、そのあたりの動きを同時にギュッと行って、後背筋の収縮で持ち上げるみたいな感じでね。あとはリズムよく、上げ下げするということを、この辺りをね意識して行ってます。じゃあまず持ち上げて、でトップで後背筋を結構収縮させて、骨盤の前傾を作ってから、そのまま元まで持ってってストレッチかけてからスタートいきます。
いしょ。じゃ最後のセットはちょっと自分でも背中確認したいのでちょっと上を脱いでやってみます。2種目目はラットプルダウン4、このマググリップを使ってやっています。まあ、これも広背筋狙いということで、あのグリップの形はオーバーグリップのハの字になる形を選んでます。でこれで、重量はちょっと軽め52キロでセットしてやっていきます。で、これもですね、あのしっかりと可動域を取るということで特にストレッチを意識したいと思いますので、先ほどのデントボレンドみたいに、肘は伸ばしきらないように固定した状態で腰と腕の距離をなるべく離すということを意識したストレッチをかけて、そこからまた広背筋の収縮で一気にこのグリップをね引きつけるということで肩を下げて胸を開いて、で骨盤の前傾はキープしたみたいな、まあ、そんな感じで、上げ下げもね動作をして広背筋を追い込んでいきたいと思います。じゃあまずストレッチかけてから、でこの種目も、広背筋の収縮ができなくなってきたらちょっとチーティングを使って最後追い込んでるんですけども、収縮ポジションの位置っていうのは広背筋が収縮した形が作れるようにグリップの位置っていうのは顔から少し離したところにこのように引っ張ってきてます。顔に近いと要するに肩がすくんじゃいますし肘も曲がっちゃうので、僧帽筋だったらね腕に効いちゃいますから、その2つをなるべく使わないように肩をしっかり下げて腕がそんなに曲がらないようなポジションで広背筋を収縮させるっていうのがね一番やりやすい位置の、距離を意識して、まあどのぐらい離すかっていう意識してるわけじゃないんですけども、もともと出ないと広背筋をしっかりと収縮させるってことを意識して動作を行ってます。でこういうふうにね反る形なので、もともとは少し体を後ろに倒す、でそこから戻すときはこの腕の角度が開いていくように体を戻しながらストレッチかけるんですけども、ただ垂直まで戻しちゃうと負荷が切れちゃう感じがするので垂直のちょっと手前で止める、そこからまた胸を開きながらこう引き出させるみたいなね感じでやろうとさせてます。じゃあちょっとねまずストレッチかけてからさ、
次3種目目はこのロープリーをやっていきます。これまで下から引く種目、上から引く種目ってやったので、今度は前から引っ張ります。でグリップはこちらパラレルグリップを、まあ、ちょっと狭いやつを使って僧帽筋を狙っていきます。まあ、パラレルでもね、いろいろタイプはあるんですけども、狭い中でもちょっと広めにしてます。これだとこう引いた時にお腹に手が当たらなくて結構深く引き込んでくるということで、可動域を大きく取るためにこれを選びました。でフォームとしては、こう引っ張ってきた時に僧帽筋狙いなので、肩甲骨と背骨を近づけるっていう意識でこんな感じでね、しっかりと肩甲骨を寄せます。で腕を使わないようにね、あの前腕はこのケーブルに対して、水平になるように引っ張ってきて、で肩甲骨を寄せますので、手術ポジションでは胸は開く形になるんですけども、これまで2種目のですね、後背筋狙いの時みたいに肩を下げるってことは意識せずに、あの水平に肩がね移動して手術ポジションを作るみたいな感じで意識します。でストレッチかけるときは体をちょっと前に倒しながら肩甲骨をちょっと開いて肩が前に行くようにストレッチで、この時も一緒で肘は伸ばしきらないようにちょっと曲げた状態でストレッチを意識して、でそこからまた引っ張ってきて収縮という感じで往復させます。はい、じゃあ重量は40キロ、ちょっと軽めでね、これも限界までやっていきます。じゃあまずはちょっと引っ張ってスタートポジションを作ります。膝ちょっと曲げて、ハムストリングして姿勢を支える状態を作って、ストレッチかけてからスタート。ストレッチがどこまでかけられるのかっていうのは結構このグリップの手も変わってきて、これは割とグリップのその深さがあるので、ストレッチがそんなにかけられないんですね。こういうやつの方が、あのここがね短いので、それだけ深くストレッチかけられるっていうので、このグリップは収縮はかけられるんですけども、ストレッチはちょっと弱いみたいな、まあ、そんな特徴も意識しつつですね、グリップを使うときは、まあ、何を一番目的としてやりたいのかみたいなことも、考えながらですね、扱い分けるようにしています。4種目目はまたバーベル
を使ってですね、今度はデッドリフトをやります。で、まあ、これもですねちょっと軽い重量ということで80キロにセットしたんですけど、まあ、これを本番重量にします。でこの重量でもですね、あの背中がきつく感じるようにちょっと変則フォームでやりたいと思います。どういうふうに変則かっていうと、あの腰を丸めて下ろすっていう感じで、あの背中を丸めたり伸ばしたりっていうフォームでやっていきます。で狙うのは一応、脊柱起立筋と、まあ、広背筋とあと僧帽筋、まあ、縦のライン全体ですね、そのあたりを意識して収縮ポーションを作って、で、ボトムではそれは全部の筋肉が伸ばされるような感じでこう丸めてグインって感じでね、あの地面ギリギリプレートがつくぐらいまでストレッチをかけるっていう感じで往復させるようにねやっています。じゃあまず持ち上げて、よいしょ、収縮ポーションを作ってからストレッチかけて、で持ち上げて収縮、でこの種目は一応収縮がかけられなくなったところで終わりました。あのチーティングみたいな動作だったり、まあ、ネガティブ対応とかね、そういう追い込みはしてないです。まあ、一応今回はあの、まあ、疲労を抜くっていう目的で、まあ、こういうね重量に、挑戦してますので、あの腰のね負担は避けるようにしてます。まあ、結構あの軽いとはいえね背中丸めるので腰きますからってことで、で一応その腰の怪我を予防するために、腹圧はしっかりとかけてます。あとは、まあ、ネガティブはなるべくゆっくり下ろすとか、あと切り返しの時にですね、あの気をつけてるのは、こう背中を丸めた状態から、こういうふうに、こう腰を先に起こそうとすると、重りがね、こう手にかかってるっていうことで、腰がこう折れ曲がるような負荷がかかってですね、怪我しちゃう可能性があると思いますので、最初にやる動作っていうのは、胸を起こす。脊柱起立筋の収縮をまず、行ってからしっかりと体を起こすみたいな、まあ、そういう順番で、極力ですね腰に負担をかけないように意識してます。はい、ということで、まあ、この種目はねあの腰に不安のある方はやらないようにして、まあ、通常のデッドリフトでしっかりと骨盤前傾させて体をね上げ下げするっていうやり方で、やっていただければと思います。はい、ということで2セット目、よいしょ、これが本日最後のセットですということで、ね、背中の動きを確認したいと思うんですけども、最後のセットは一応これまで2セットやって、まあ、大丈夫かなというふうに感じましたので、ちょっとテンポをよくやろうと思います。あの特に上げるときはですねグイッと一気に背中を収縮させて持ち上げる、で下ろすときも、まあ、けどあのゴワンとね、ストレッチが強くかかるように、多少早めに下ろして
っていう感じで、さっきよりも負荷を上げるっていうことを意識してやってみたいと思います。よっしゃ、という感じで、今日はね4種目で背中全体を追い込んでみたんですけど、最後のセットは、テンポよくやった分回数はね多くできましたけど、その分背中にしっかりと効いてる感じがあります。ということで、背中全体がよく張りました。はい、で今日は全体的にですね、スピードをある程度こう意識してですね、特に収縮の時は素早くギュッと背中を収縮させるということを意識しました。勢いとかじゃなくて、背中の収縮を素早くやるみたいな感じで、反動にならないようにですね、意識してですね、そこからまたネガティブをしっかりとかけて、ストレッチをかけるんですけど、そのネガティブの時はある程度テンポよく戻すんですけども、圧力しないように筋肉で支えながら戻すみたいな感じでストレッチと収縮を意識しました。はい、で今日はね全体的に軽めの重量でやったということで、肘とかね、腰とか、関節には全然負担を感じてないです。こんな感じのトレーニングをあと、今日今週入れてですね3週ぐらいやって、で、疲れを抜いて、いけるなと思ったらまた重量を上げていくトレーニングに切り替えようかなというふうに思ってます。はい、ということで、各種目で僕が意識しているフォームのポイントはですね、一応解説してみましたので、背中のトレーニングのバリエーションとしてぜひ一つの参考にしていただければと思います。はい、ということで今日も最後までご覧いただきありがとうございました。